どうも、ふうふうチャンネルでーす。はい、ちょっと衝撃的なね、オープニングだったんですけど、うん、そう、目が一個やられてますあの、これ、この間ね、うん、あの島根県の伝統芸能の石見神楽っていうね、あのイベントに参加したんですけど、オンラインで。その時にね、あのお土産として送っていただいたフェイスマスクを今日はつけながらちょっと始めさせていただきましたちょっと変だよ。肩身やられちゃって、ね、すごい、石見神楽すごい面白いからね、うん、あの島根県石見神楽で調べてもらうと出てくると思うので、うん、もし興味があればぜひ見てみてください。でね、なんで今日この顔をしているかというと、今日はね、あの島根県のおすすめシリーズ、新しいシリーズを始めていきたいと思います。ひなちゃんなんか目がって言いましたいいの、ね、ここにもうね、山盛りの、ほんとなんか漫画に出てきそうなぐらいの山盛りのご飯を用意してるんですけど、うん、なんとね、この上に、うん、まずね、一番最初に島根県のものでおすすめしたいのがこれ、しそわかめ、うん、これめちゃくちゃ美味しいんだよね。これはね、結構ね、いろんなスーパーとかでも売ってるんですよね。結構手に入りやすいので、うん、ぜひみんなに食べてもらいたくて今日は紹介しました、うん、で今日はね、ちょっと私たちが食していきたいと思います。これすごい、本当に美味しいの、あの、うん、今まであんまりこれ買わないようにしてたんですよ。なんでかっていうと、ご飯めっちゃ食べちゃうから。今日はね、ちょっとみんなにおすすめするので解禁して食べていきたいと思います、うん、この顔ではい、こんな感じでね、ご飯にかけるしそわかめの、ちょっと集中できないはい、気を取り直して、うん、これご飯にかけるあの、うん、わかめなんですけど、うん、もうほんととにかく美味しい。ちょ、じゃあぜひ目が一つない人食べてみてください。これからでいいですか。そうそうそう、いただきますこれさ、今手元には一つしかないんだけど、うん、これしそわかめじゃなくて鮭わかめとかなんだっけ、名前がそうなるんだっけ。いろんなラインナップあるよね、うん、わかめ結構5、6種類ぐらい、うん、ない3、4種類ぐらいじゃなかった。本当違ったかな。結構すごい、うん、梅もあるよね、うん、並んでて、うん、そうそうそう、あ、どうぞどうぞ食べてください、うん、食べます。もう本当に美味しいの、うん、ちょっと片目がね怖い、うん、本当に今日これ閲覧注意だね、この動画、うんうん、どうですか。あ、そうそう、うん、このね、ちょっとね、うん、うまい、うまい、うん、うまいよね。このマスクね、あのスサノオのニコトっていう神様です、うん、スサノオさんいかがですか。うん、おいしいでござるござるっていうのわかんない、おいしいの、怖っ急にやらないでちょっとじゃあ私もいただいてみます。いただきます。本当にね、美味しいから、本当買わないでいたの。すごい久しぶりだよね。うん、1年ぶりぐらい？すごい美味しい。口を開けて。うん、口に。めっちゃ美味しい。ね。え、すごい、本当に美味しい。そう、あのね、ソフトふりかけなんだよね。うん、生のふりかけ。赤じそ入り。うまい。うん、超美味しいじゃん、これ。本当に。すごい美味しいよね。うん、いつもって書いてあるもんね。うん、いつも炊きたてご飯にのっけてるから余計に美味しいです。うん、いつもで、私たちはね、業務スーパーでね、うん、これ買ったのはね、買ってるんだよね、うん、なので近くに業務スーパーがあれば、うん、業務スーパーで手に入れてもらうのがいいかもしれないです、うん、すごい美味しい。本当に美味しい、うん。これと味噌汁で十分。ね、もう一生それで暮らしていけるぐらい。うん。うんうん、じゃあ今日は初めての島根のおすすめ品を紹介する動画でした。はい、ぜひね、これ食べてみてください。本当に美味しいので。じゃあ、今日も言いたいことある、スサノオさん。美味しいでござる。だそうです。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。じゃあまたねー。またねー。